こんにちは、茨城県知事の大井川です。筑波会議2021が開催されることを心からお喜び申し上げます。開催地である本県筑波研究学園都市は JAXA や筑波大学など29の国等の研究教育機関が立地し、7000人の外国人研究者を含む約2万人の研究者により世界最先端の研究開発が行われる日本を代表する科学技術の拠点となっており、これまで万博、G7、G20 が開催されております。筑波会議を舞台に科学の未来を牽引する皆様のインクルーシブイノベーションフォーザニューノーマルに向けた活発な議論を通じて新たな道が切り開かれていくことを期待しております。茨城県は様々な研究に従事できる環境に加えて、山や海などの豊かな自然に恵まれる日本有数の農産物を産出する魅力的な県です。皆様、 COVID-19 が収束した際にはぜひお越しください。